あとは焼酎を煽るだけ。どうせどうせ山野のどや住まい、他にやることありゃしねえ。それきりお払い箱の俺たちさ。だけど俺たちは泣かないぜ。働く俺たちの世の中がきっときっと来るさ。そのうちにその日にゃ泣こうぜ嬉し泣き。